くお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は渋谷の H&M のセールームに遊びに来てます。 H&M Studio というラインが、いつ発売でしたっけ。はい、3月12日発売なので今日は見せてもらおうと思います。まりちゃんです。よろしくお願いします。じゃあ見ていきたいと思います。このあたりがスタジオラインですか。そうです。スウェーデンのペックホルムにアトリエがあって、ペックホルムにアトリエがあって、そうなんです。うち H&M ってスウェーデンのブランドで、年に2回だけ発売される。そう、でもね、スペシャルなライン。そう、今年で11年目なんだけど、人気が高まってきてたのと、すごいね、あってアディショナルで何回か追加に出せる。あ、人気やから増えたんや。そうファッション業界の人たちには結構も知られていて、なんかスタイリストさんだったりリーダーさんだったりは、その発売をいつも楽しみにしてくれて、私もすごい好きだからさ。デザインが本当に素敵だし、あとこのコートとかさ、そう、それ生地も超いいよね。上質ね、これすっごい可愛いね。めっちゃ可愛い。なんかそういう中に軽くって、うん、そのロングコートの下にミニワンピ着てるのかわいいよね。かわいい足が。春はこういう感じでやりたいよね。めっちゃかっこいいやん、形も。そうなの。なんか今回ドロップ、ちょっとこうドロップショルダー、ドロップショルダーっていうの。うん。ニットもかわいいね。ね、ニットも。結構なんかオレンジがポイントで入ってるよね。そう。基本アースカラーのカラーパレット。ここにそういうオレンジとかブルーの差し色として、このなんか襟元も可愛いね。可愛いよね、うん、今回テーマがその70年代の旅するミュージシャンっていうので、70年代はこういう襟元が多い。そう、70年代の結構こう、襟が尖ってるのが多かったりとか、うん、パンツもなんかこうフレアっぽい形になってるのが多かったりとか、あとスーツもすごく多いから、うん、なんかそういうのにジャケットとパンツを買ったりとか、例えばこれにジャケット合わせるならどうなんだろうか。こういう感じで、あ、かわいい。こうやってね、うん、でちょっとオレンジチラ見せる。そう襟元が効いてる、うんうん、かわいい。かわいい。あ、黒もあるんや。そうなの。かわいい。そう、すごい。冬だとタートル合わせてたりするけど、うん、多分春だとまだこういうの1枚で着るのはっていう時に、でも着ればいい。そう春だとそういうの着たらいいよね。かわいい。あ、めっちゃ似合う。めっちゃかわいい。もうすでに似合うのが分かります。分かります。ありがとうございます。そう、レザーうち結構出してるんですけど、はい、なんかエコレザーもよく出てるけど、今回のは本物のレザーで、うん、羊の皮なんですけど、でもうちのレザーって食用に使ったものを、うん、で残ったものを余すことなく使う、あ、そうサステナブルなリアルレザー。どうやって着たらおしゃれになってます。なんか気になってて、マリちゃんよく履くやん。めっちゃ履くよな。でなんかチャレンジしてみたいなって思いつつも、なんかこう結構絶妙な丈やんか、うん、オーバーサイズなもので、例えばこの可愛いのの中にピッてなんかチラッと見せて、ちょっと見せててもいいと思うんです。ここ多分そのあ、こういう感じ、うん、あ、かわいい。あ、こういうことか。え、このこういうゴムって見えていいん、はい、これは見えていいんや。なんかそう初心者みたいな質問いつも迷うねんけど、え、全然 OK。 私これに普通にタンクトップとかでよく出かけてるけど、インインでインで OK なんや。H&M っていうものができて何年目なの。2008年だね、日本に来たのが。そう、2008年、うん、47年に1号店、うん、ヘネスの1号店ができた。そう、初めヘネスっていう名前だったの。ヘネス、そう、ヘネス、ヘネス、えちゃんでもってヘネス&マウリッツっていう。あ、だから H&M なんや。そう知らんかった。アリン・パーションさんがヘネスの1号店をオープンしたのが1947年だった。最初来た時衝撃的やったよ。そうだよね、昔はさ、よくね、こうリーズナブルに可愛らしいお洋服が買えるなんてみたいな、ね、ちょっとすっごく可愛い、似合いそう。ドレス、そう、ドレス結構着てもらうと体にピタッとするから、丈今すごく長く見えるけど、うん、なんか実際着てもらうとそんなに長くない。長くない、うん、へー、着てもらうとなんかここちょっと太陽みたいな感じ。太陽作。かわいい。こんなにも
すごい形綺麗。そう、そのフレアデニムすっごい綺麗だよ。あとなんか結構ハイウエストなものが多かったけど。あ、そうなんや、うん、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い、ね、履いてみて、履いてみて。来た来た、あるよね、色が可愛いね。可愛いよね。なんか水色やけど、こうちょっと落ち着いた感じで、うん、大人の感じです。すごい日常に着やすそう。ロングコートだね。すごい素敵。そういうデザインとかやっぱ特別な感じなの。そう、普通のラインとは違う。そうなの。なんか数もすごく少ないし、いわゆるすぐに売り切れるアイテムが出てきたりとか。そうなの。売ってるお店も今回はこれ渋谷店とオンライン限定で、うん、渋谷店とオンラインだけ。そう、そうなの。そうなんや。来てみるわ。じゃあフィッティングしていこう。1着目です。かわいい、かわいい。これめちゃ似合う。すっごい素敵。オレンジいいね。このオレンジかわいいね。かわいい。いいね。ラインデニムもすっごい綺麗。H&M ですよ。ありがとうございます。すごいですよね。でもなんかフレアデニムってさ、ちょっとこう個性的になるっていうかさ、ヒッピーっぽい感じあるけど、なんかすごいこう綺麗めに着れるよね。着けるから、それとかふわっとなって可愛いよね。可愛いよね。そのなんかちょっと長めのフレアと、なんかそれニットだけど結構透け感があるから、なんかあの春先にちょっと寒いけど春の格好したいっていう時に。なんか春ってさ、ちょっと気合入って薄いものにすぐ行きがちだけど、うん、寒いもんね。そう、まだまだ寒いよね。そういう時にすごいでしょ。うん、そう、今みたいにちょっと中インしてたら可愛い。ここのカットラインも結構好き。うんうん、ボートネックの鎖骨がちょうど綺麗に、ね、オレンジにね。ね、なかなかさ、こんな鮮やかなオレンジって買うこと少ないよね。そう、なんかすごい新鮮やなと思ったけど、着てみたらすごい元気になるし、なんかデニムとかに合わせるの可愛い、ね。うん、かわいい、かわいい。またそのペタンコブーツもなんかいいね。なんかいいよね。うんうん、かわいい。なんかちょっとヒール合わせるか悩んだけど、うんうん、それらにあのこの柄を、ハイソン柄をプリントしてる。へー、着やすいよね。こういうブラウスに合わせるとすごい、なんだろう、全然雰囲気が違って、うん、うん、なんかこれだけだとさ、ちょっとなんかこう攻めてるかなって思ったけど、確かに確かに、ちょっとグッドガール風になるよ、ね、かわいい。ポケットの位置がめっちゃ可愛い。あ、まあそれは私も、うん、気づかんかった。見てるだけやったら。おしゃれないです。白も可愛いよね。うまい、白も可愛い。後ろがこの襟のラインにちゃんちょうどそのワンピースのラインが、うん、ちょうど合うようになってる。でもこのコーディネート好き。ね、私も好き。おしゃれやな。うん、ヒールあってまたいいよね。確かにヒールありも可愛いね。かわいい、めっちゃかわいい。それもなんか新鮮、うん、いいね。ハーフパンツってこうやって着るんだ。そう、なんか全然楽ちんじゃない。楽ちんやし、こういうバランスで着るんやって。そう、なんかしかもさっき教えてもらったから、うん、インして、あ、インしてきてくれた。見せてみた。ほんまや。え、全然かわいくの。かわいい、かわいい。このシャツかわいいね。かわいい。なんかそのちょっとシルクが入ってるから、その落ち感が、うん、すごい綺麗。綺麗なこの動き方。動き方。その空気の含み方が。ね、わかる。あ、かわいい、そのコーディネート。かわいい。あ、このバランスすっごい素敵。こうやってハーフパンツにうんとか合わせてちょっとレザーが見えるみたいな。そうですね。そのさっきのあ、なんか海外スナップでよく見るやつ。それそれ、ね、そのコートもめっちゃ似合ってる。これ欲しいわ、ね、あ、これも可愛い。違って可愛い、可愛い、可愛いな。似合っております。すごく素敵です、はい、カラーが本当に綺麗な色だね。ね、マラスラップも本当、ハーフパンツってこうやって履くんや。うん、確かにそのコーディネートだけでも可愛い。可愛いよね、うん、
フェス、フェス、行く、フェス、可愛い、なんかこういう感じのもの可愛いね。その色もすごいみこちゃんなの。このこれは何色っていうの、うん、アイボリーにも見えるし、ちょっとグレーっぽくも見えるんだけど、なんかグレージュ、すごい使いやすい色だよね、うん、なんかデニムにも可愛いかなって思ったけど、うん、このスーツ、そう、そのこのトロッとした感じにすごい合うかなって思って、可愛い。さっきのあのオレンジのニットの色違いやなんけどさ、色が違うとまた全然イメージが違うね。あとさっきのインナー着けさせてます。その紐が見え方かわいいな、うん、それパンツ綺麗だね。でジャケットも一緒に作ってるから、スーツでも着れるし、そういう感じ単品同士で使ってもいいし、うん、え、これ上も着てみたいな。はい、着てみて、着てみて。あ、すごい、可愛い、これはもうこういう形なの。そう、結構なビッグシルエットです。パワーショルダーでさ、中にそのなんかさ、ニットの柔らかさがあって、すごくビルも素敵だね。確かに中 T シャツやと結構なハンサムな感じになるもんね。これぐらい柔らかい方がいいかもね、うん。かっちょいい、かっちょいい、いける、形きれい。これちょっとさ、うん、ここでシェイプするデザインなの。そうなの、さっきのジャケットとさまた全然違って、ウエストがシェイプされてる。ボタン閉じるとここにこう、キュッとするんだ。そうなの。すごい、なんかスタイルアップできるスーツだね。かっこいい、似合ってる。うん、着心地もすごい良くない？めっちゃ柔らかくて気持ちいい、うん、こういう色好きやわ。嬉しい。このタンクトップ本当使えるね。あ、本当だね、確かに。今回も着てた。なんかパフパフかわいい。 H&M Studio でそのパフパフのバッグが何回か出てるんだけど、うん、あ、そう、今回はそのミニサイズで出るのすごいかわいい。めっちゃかわいいやん、かわいい。この斜めだけの後ろ姿かわいい、ね、かわいい。ちょっとなんかスーツがあのカジュアルダウンする、うんうん。カバンって他にもあるんですか？カバンもね、4って大きいのがあって、うん、これいいやんね。パソコンも入るし、なんかすごいいろいろ入りそう。でも可愛いのがいっぱいあるからさ、うん、すごい悩むね。なあ、悩むよな。悩む。これ夏とかタンクトップでも、あ、確かにだよね。さらっとしてるから夏場もいいよね。うん、着やすそう。全然ぶれないし、うん、これみんな使えそう。おー、綺麗。嬉しいだけど、リゾートに行くときとかもいいよね。うん、シワになる。めっちゃ楽やし、軽いし、うん、太陽やね。そう、わかる、着るとすごい太陽の感じがあるね。すごーい、なんかこういう感じ。ここもシャーリングがすごい、やっぱ、うん、美しい、美しい。何も着てないみたいな。メガネみたいな。例えばさ、こうデイリーに着ようと思ったら、うん、これに何を羽織ったらいい？でもパーティー行くときはコート羽織るから、うん、かわいい。やっぱこのアースカラー同士、うん、合うね。合うね。いいやん、これでパサッと見て、うん、綺麗、いい。ニットを羽織ると、あ、こう、あ、かわいい。あ、こういう風に着れば、あと違った感じで、そうだね、うん、うん、かわいい。すごい楽しかった。ありがとう、いろいろ楽しかった。てか、なんかコーディネートのこといっぱい教えてもらえてすごい勉強になりました。ほんまですか？はい、ハーフパンツとか。お得意なハーフパンツ。はい、ありがとうございました。また教えてくださいね。あ、頑張ります。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。